もっと鍛えたいという皆さんのために相撲ヨガ追い込み編です。結構きついです、頑張りましょう。足を肩幅の2倍に開いて、足先は斜め45度、お尻の穴を土俵に向けてお腹に力を入れます。腰を真下に落として腕を開いたら息を吸って吐いて体をひねる、吸って正面、吐いてひねる、吸って吐いて、ウエストを絞るような感覚です。吐く、吸う、吐く、熱くなる体を感じましょう。吸って吐いて、吸って、これも手先かなり綺麗にしなやかに行っていきます。吸って、腰はしっかり下げてください。吐いて、吸って、吐いて、吸って伸ばして、吐いて、はい、終わりです。昨日私着ぐるみ着たんですね。着ぐるみのあのなんか会社のところには取材に行って、私に向いてる着ぐるみ紹介してもらってもいいですかって言ったら、こともあろうか豚を選びやがったんですよ。誰が豚やって豚着せてもらって、めっちゃ暑い中でなんですけど、腰割りの方とかやって、豚さんもうちょっと可愛く腰割りできるかな、こっちは中で必死なんだと思って、ディレクターがその担当の取材先の人と話してる間、ずっと私鏡の前でやったんですけど、どうしたんですかみたいな、相撲大会でも出られるんですか、誰が相撲取りや。ただ本当ヨガ行った後くらいまで吐き出せあの気づいたんですけど、着ぐるみダイエットあるかもしれない。15分ぐらい着ぐるみに着てヨガするっていう、めちゃくちゃ滑稽だけど超汗かくと思う。ちょっと着ぐるみ用意してください。さあ続いて腰割りの方、また別のバージョンですね、やっていきます。同じように基本の腰割りの方を構えます。内ももお腹を意識して腕をきれいに開いていきます。息を吸って背筋を伸ばして、吐いて左手で右足をタッチ、吸って戻して、反対、吸って吐いて、膝が内側に入ってきてしまうことが多いと思うんですけれども、そうならないように気をつけてください。はい、しっかり絞ってください。吸って吐く、あと2セットです、踏ん張って、吐いて、吸って吐いて、お尻上がってきてませんか、ちょっと下げてくださいね。吐いて、吸って、吐いて、吸って正面に伸ばして、吐いて、おしまいです。あと1日に1人ですよね、なんかあんまり苦じゃなくても、昨日とか恥ずかしながら一気多媒体女子って感じで2リットルのペットボトルを持ち歩いてますよね。なんかもう2リットルのペットボトル持って毎晩半身浴して、モデルってなってるよ自分。ただね、懸念点は風呂の中ですごい競争で鬼滅の刃やってる。そこだけ。猫OL桜井のお仕事あるある。さあそれではザ・スモーといった感じの四股の方をやっていきます。いつものように足は肩幅の2倍、足先は斜め45度です。お尻を土俵に向けて下腹部を引き上げます。腰を真下に落として、ここまでは基本通り、息を吸いながら片足を持ち上げて吐いて踏み込む、吸って持ち上げて吐いて踏む、吸って吐く、吸って吐く、お腹のコアを意識してお腹周りを引き締めるようにしてください。吐いて、吸って、吐いて、吸って吐く、はい、ラスト、吐いて、吸って、吐いて、戻す、はい、よくできました。これが四股です。相撲ヨガの時、鬼滅の刃というワードが毎日読んでるものとかドハマりしちゃって、脳内が鬼滅の刃になっちゃって号泣しました。もう犬がちょいちょい私を見に来るんですけど、めちゃくちゃ号泣してる私にすごい犬がびっくりしてて、キョトンみたいな感じでした。あーなんか難しいな。でもね、
前逸はすごい好きだったんですけど、ちょっと自分に似てるなと思って、なるべく省エネモードで頑張りたいみたいな感じが自分に似てるなって思って、でもやっぱ前逸のあのやるときはやる感じ、最終話とかもね感動しちゃって、前逸みたいになりたいな。あとはやっぱり柱です。煉獄さん、いやかっこいいですよね。姫島さん、いや姫島さんがねどんどん良くなるんですよ。なんかいろんなものに感情移入しちゃう漫画でした。終わったの悲しすぎて、でそこでイテウォンクラスに移行したんですけど、みんなに遅くないって言われるんですけど、次は足を上げていきます。息を吸って片足を持ち上げて膝を伸ばします。吸って引き上げて吐いて踏む、吸って吐く、吸って吐く。よろけないようになるべく重心を保った状態で、そしてかっこ悪くてもいいので自分なりに頑張ってみましょう。吸って吐く、あと2回です。吐く、吸って吐いて、はい、お疲れ様でした。かなりお尻に来てると思います。隠せろよ、かっこよかったな。あのね、半端ない声なんですよ。バットバツマルくんみたいな目してるんですよ。なのにめっちゃかっこいいんですよ。いい匂いしそうなんですよ、画面から。この逸材を見出した韓国ってすごいな。私結構一重の男性好きなんですよ。一重とか奥二重とか。塩顔っていうんですか。でも究極の塩顔なんですよ、パクセロイって本当に。日本にもそういう人いないもんですかね。ギリマヨネーズ顔ぐらいまでいると思うんですけど。マヨネーズってなんだろう。ちょっと可愛い要素が入ってるっていうか、柔らかいマイルド要素が入ってるみたいな。バシッと塩ではないんですよね、私の中では。星野源さんマヨネーズなんですよ。可愛い要素が入って、小動物系、基本的にはやっぱり醤油顔かソースが多いと思うんですよね。竹内涼真さんとかも多分醤油顔なんですよ。菅田将暉さん、まあ難しいんですけど塩に近いマヨネーズだと思うんですよ。真剣佑さん、確実にソースいないんですよ。塩ど真ん中の超絶イケメンって。韓国は塩の大スターを見出してるんですよ。日本にもやっぱ塩の大スター欲しいな。そしたら私その人の追っかけする。究極三四郎の小宮さん、あ、わかります。バットバツマルくんの目ですよ。一人だけど垂れ目の方がある。そうですね、一重もしくはほぼ目が開いてないけど一応奥舞台みたいな人、遠くから見てると目開いてんのか開いてないのか分かんないぐらいで他人の人が好きです。いつも眠いんじゃないのっていう顔の人。さあそれでは最後、私が一番苦手な仕切りの方です。これ本当にきついです。頑張っていきましょう。仕切りの方はかがむ動作がありますが、背中を丸めるのではなくて股関節から上半身を倒すことがポイントです。そしてもちろん基本姿勢はキープのまま、まず両手は握り拳、息を吸って吐いて土俵につく、吸って胸を開いて吐いて腹落とす。この時膝が内側に入らないように注意してください。吸いながら腰の位置そのままで上体を持ち上げて吐いて腕を下ろす。1回でもかなりきついです。これを5回やっていきます。さあやっていきましょう。気合い入れて両手握り拳で息を吸って吐いて右から土俵につく、吸って目線正面、吐いてお腹落とす。そのまま息を吸って両手を持ち上げて吐いて腕を下ろす。さあその調子です。吸って構えて吐いて倒す、吸って胸を開いて吐いて腹を落とす。落としたまま息を吸って吐いて手を下ろす。吸って構えて吐いて右からつく、目線正面、吐いて腰を落とす。腰の位置そのままで上体を持ち上げ吐いて腕を下ろす。吸って吐いて土俵つく、吸って目線正面、吐いてお腹を落とす。お腹を落とした時そのまま息を吸って腰が上がってくるのを我慢しましょう。最後吸って吐いて、吸って胸を開いて吐いてお腹を落として、その状態のまましっかり踏みしめて持ち上げて吐いて下ろします。さあきつかったですね。よく頑張りました。こうやってずっと回してるじゃないですか。そうするとすぐ横にいるタビがその動きをずっとこうやって追ってるうちにだんだん眠くなってきてこうやってThank you.
でこうやって犬取りながらみたいな、はあ、疲れますね。いい運動です。はい、引き続き頑張ります。さあ、それでは仕切りの方ラストをやっていきます。さあ、頑張っていきましょう。気合い入れて腰を落として両手握り拳、吸って胸開いて吐いて右から土俵につく、吸って目線正面、吐いてお腹を落として、落としたまま息を吸って両手を持ち上げる、そのまま吐いて腕を下ろします。吸って構えて吐いて土俵につく、吸って胸を開いて吐いて腹を落とす、お腹を落としたまま吸って吐いて下ろす。さあ、あと3回です。吸って吐いて目線正面にらみつけるように、さあ吸って腰を落としたまま持ち上げて下ろす。さあ、あとちょっとです。頑張ってください。吐いて吸って吐いて、下半身を使って両手を持ち上げて吐いて下ろす。さあ、ラスト。吸って吐いて腰を落として、吸って目線正面、吐いて腰を落とす。腰もうちょっとだけ下げて、そうです、吐いて戻して、はい、お疲れ様でした。足が小鹿ちゃんですね。はい、またきつい。お疲れ様です。お疲れ様でした。1ヶ月ぶりくらい。じゃあ乗りますね。はい、お願いします。行きます。はい、お、相撲ヨガ追い込み編、お疲れ様でございました。まだまだ余力があるよという方はですね、仕切りの方をもう1セットプラスしてみると、もうヒーヒー言うぐらい疲れます。やってみてください。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。頑張って痩せましょう。